東所得と申します。ありがとうございます。あ、名前はね、薄井健治と言います。来年70になります。おで、宿もね、40年近くやってます。あ、ここ泊まれるんですね。シャンティクティっていう、シャンティっていうのはあのオウムシャンティシャンっていうのは平和という意味ですね。平安がありますようにという。クティっていうのは家という意味で、平和な家と訳したらいいですかね。あのインドのサンスクリットの言葉なんですけれども、ね、あ、そうなんですか。はい、農業王国みたいな、そんなイメージなんですけど、あのどうしても僕らは分別をします。エデンの園でリンゴを食べるわけですよね。そしていい悪い、明るい暗い、冷たいあったかいとか、あのそれを相対化っていって2つに全部分けたわけです。ですから、あ、神の世界からその対立のある世界にいるわけです。ですから学ぶことがあるんですね。だから神の世界は一つですから、いつも平和でいつも豊かかもしれません。でもそれは退屈しますね。そして僕らは宿題を抑えてこの現世に来て、男と女なんてうまくいかないんです。だからうまくいくように努力をする、そのプロセスが大事なんですね。だから草と野菜を分別するんじゃなくて融合する、一つにする。ガンジーに銃を突きつけて、お前は奴隷になるか、あるいは武器を持って戦うかといった時に、ガンジーはその両者も選ばなかった。第三の道を選ばない。それは無抵抗、不服従、それはきっと神の道だったと思うんですね。福岡正信は東洋だ西洋ではなくて第三の道が大事なんだよ。そして I have a dream、 私には夢がある。黒人の子供たちと白人の子供たちかっていうキングボクシング、 そして、ルーミーという人は善悪を超えたその草原で会いたい。僕らは神の世界には生きられませんけれども、相対界というこの人間の世界で神の世界を目指して進む。二匹の鳩が太陽に向かって飛んでいくわけです。次元が違いますから行き着くことはできないですよね。でも二匹の鳩はオリーブを加えて帰ってきて、そのオリーブが僕らにとって何かということだと思うんですね。それは希望でありビジョンかもしれません。そんなものがあると僕らはきっと生きられるような気がするんですね。そんな夢のような世界をここで描いてみたいというのが、はいはい、ここの最終の目標なんですけれども、あそこにクラブアップルというリンゴの木があるんですね。はい、あれはエデンの園にあったと言われるような木なんです。あそこにあります、はい、あの小さな実がいっぱいなってるんですけどね、ほうほうほう、これがあの姫リンゴなんですけど、クラブアップルっていうんですけども、 あれがエデンの園にあった。あとでちょっと後で行く。あれを食べたわけです。それが分別だから、一つのものを二つに分けたから、だからいろんなことを僕らは学ぶことができるわけで、それもまた人間界を生きるっていうことだと思うんですよね。で、宿題が終わった人が神のもとに行けるんで、早く亡くなった人は宿題が早く済んだ人だと思うんです。いつまでも生きてる僕らなんか宿題がなかなか終わらずに業の強い人間だと思うんですよね。だから早く宿題を終わらせて、もっと自由な世界をね、飛び回っているのが本当は幸せなのかもしれません。でもこの現世も幸せのような気がします。欠けてるから僕らはつながり合い、補い合うことができるんでね。そのことがやっぱり素晴らしいことのような気がしますけどね。泊まりながらこんな話を聞いていただいたり、共にこう学べるところでありたいなという、そんな気がしますけどもね、はい、とてもいい、あの昨夜は泊まらせていただきましたけども、あのいい施設なのでぜひ泊まりに来てほしいですよね。はい、はい、お待ちしております。ありがとうございました。